スターリングラード駅は、フランスパリの10区と19区の境にあるメトロの駅。2号線、5号線及び7号線を利用することができる。スターリングラード駅は、パリの地下鉄メトロの駅。2号線、5号線及び7号線が利用可能である。パリ北東部の10区と19区の境界に位置しており、サンマルタン運河とラビレット貯水池の結合地点に近い。 1903年1月31日、2号線のオーベルビリエ駅として開業したが、後に付近にあった7号線のブルバールドラビレット駅と接続され、オーイコールブルバールドラビレット駅となった。1946年2月10日、第二次世界大戦中のスターリングラード、攻防戦における赤軍の勝利を記念して改名され、スターリングラード駅となった。なお、 その名の由来となったスターリングラードの街自体は解明され、現在はボルゴグラードとなっている。ありがとうございます。